皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はフェアリーテイルのファミ通紹介をしていきたいと思います。漫画やアニメの人気シリーズフェアリーテイルをベースにした RPG の新情報が到着しました。原作に登場した特徴的な技の数々が使えるバトルシステムが判明しました。さらに仲間となる新しいプレイアブルキャラクターの5人の動画とともに紹介します。ではまずはバトルを盛り上げるあのシステム、フェアリーテイルはどんな強敵ともひるまずに戦ってギリギリで勝利を収める白熱したバトルが魅力の一つです。バトルを盛り上げてピンチを救ってきた技と能力がバトルコマンドとして登場します。まずはユニゾンレイド、2人の魔力を融合させて放つ合体魔法です。本作では特定のキャラクターの組み合わせだと専用の演出が出ます。モードチェンジ、一部のキャラクターが使用できる特殊な強化状態です。覚醒可能な時に覚醒かモードチェンジを選択します。覚醒、一定量のダメージを食らうといった条件を満たすと発動してキャラクターの能力が一時的に大幅アップします。超魔法、魔法の連携を継続させていくと一定確率で発動します。マカロフが超魔法で援護してくれるようです。そして全て切り伏せる一戦、神楽三日月、キャラクターボイスは早見沙織さんです。本当フグロ店、本当を使うブルーマーメイドヒールの魔導士で、大魔党演武では兄の死に関係するはずのエルザと激突していました。では続きまして、敵の背後から切りかかるローグチェーニ、キャラクターボイスは鈴村健一さんです。セイバーチュース所属のドラゴンスレイヤーで体にラクリマを埋め込んで英雄に育てられた第三世代です。続きまして、白竜の激しい方向、スティングユークリフ、キャラクターボイスは桜井隆弘さんです。体に竜のラクリマを埋め込まれ白竜から滅竜魔法を教わった第三世代です。大魔党演武では同じドラゴンスレイヤーである夏とガジルにをバトルで苦しめました。続きまして、魔導士1のイケメン、一夜バンダレイことぶき、キャラクターボイスは早見翔さんです。パルファムを操る魔法を使うイケメン揃いのブルーペガサスでは一目置かれている存在ですが、その実力は未知数です。続きまして、シェリア・ブレンディ、キャラクターボイスは井口由香さんです。愛を込めて魔法を繰り出します。ラミアスケールに所属する黒い風を操る天空のゴッドスレイヤーで、その実力はかなりのものですが若干のドジっ子です。まあこの5人ですね。主人公のナツたちが所属するフェアリーテイル以外のギルドの魔導士も仲間に加わるようです。まあこの5人、まあローグとスティングはラスボスとも戦いましたからね。というわけで今回はこの辺でフェアリーテイルのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。